はい、どうもこんにちは、しょぼろです。今日はですね、持っている、デニムジーンズですね、デニムパンツを、一挙に全部バーッと、見せてご紹介していこうかなと思います。まあ、なかなかの量ありますので、もう今日はサクッといきます。はい、ではまず1本目ですね。はい、こちら、アットラストさんの、デニムパンツですね。はい、アットラストさんの、いいヒゲ見えるなこれはい、142ですね、142142のやつですね。はい、爆心地がついて、はい、これペインターですね、ペインターの形したやつで、心地付きのやつですね。はい、色地が結構すごく気に入ってます。これあのリジット状態から、来てますね。はい、まだまだ命楽しめる一本って感じですね。はい、で、こちらが同じくアトラストさんの、デニムですね。はい、これはですね147ですね、147番ですね。はい、こんな感じですね、色落ち。はい、これもリジットから購入して、自分で色落ちさせている、まあ、途中のやつですね。はい、今年結構また履いていこうかなと思ってるパンツですね。はい、まあ、思った矢先にちょっと新しいデニムパンツを買ってしまったんであれなんですけど、って言って買ったのがまあこちらなんですけど、まあこれをねデニムとして紹介するのもどうかちょっと悩んだんですけど、シャンブレーですね、シャンブレーのヘビーシャンブレーのパンツですね。あ、色落ちがちょっともう出てるか、もしかして。これこの間ですね1回目の洗濯初めて終えたんですよ。あれ、これただの陰影なのか、もう当たりがついてるのか、どっちなんだ。あ、ただの生地輪なのかな、どうだろう、ちょっとね、あ、分かんないな。そう、これはあのジョン・グラッコーのやつですね。これもまた別の動画あるので、もし気になる方いたら見てみてください。すごく極太でですね、すごくいいパンツですね。はい、これもなかなかいい縦落ちする感じです。はい、で、次がこちらか。これはあのウェアハウスさん、この前もまたこちらも別動画でやってますけど、半年、見洗いで履いて履きまくって、毎日履いて、そこから一回洗ったやつですね。でその後、今日の撮影までにまた1週間ちょいくらい、プラスまた入ったやつですね。やっぱね、一回洗濯した後に洗った後にまたちょっと履き始めると、なかなかそっからの色落ちも加速するというか、ちょっと出るので、なんだろうな、 その後もね、結構ちょっと2、3日履いてから取った方が本当は結構ね色落ち楽しめる気はしますね。はい、じゃあ次いきます。はい、次ですね、次はですね、こちらの、パンツですね。これ赤耳ですね、リーバイスの赤耳の、501ですね。はい、です。これはもうあのもともと薄いやつから購入して、そんなに色は変わってないですね。はい、薄い状態で購入してそのままって感じですね。はい、これも夏はすごく重宝する、この武骨なというか、まあこのダサ可愛いみたいな感じで履けるいいパンツですね、赤耳。はい、でこれがリーですね、リーの昔の動画でよく履いてますけど、ペインターパンツに見えるんですけど、本当はオーバーオールですね、オーバーオールを上ぶった切って、作り直したリーのあれですね。さっき見せたジョン・グラッコーとかは結構これに似たような色落ちになりますね、縦落ちの結構激しい、結構このリーに似てる感じが気に入ってですね、あれを購入したぐらいなので、はい、結構こういう感じの縦落ちになる予定ですねうまく履ければそういう感じになっていくと思います。はい、いいですね。で、これはですね復刻のリーですね。これはあのマッコイのリーですね、マッコイさんのリーです。これもリジット状態から、履いて何年履いたかな、2年半か3年ぐらい履いたのかな、
結構リーにしてはヒゲのバッキバキに入ったいい色落ちになったんじゃないかなと思いますね。まだまだ履けますし、まだまだ色落ちすると思います。特に下の方がまだまだ濃紺、真っ紺に近いぐらい結構濃いので、これはまだまだ楽しめそうですけど、あれですね。ただここは結構もう結構白いので、ちょっとね生地も弱くなってきてるんで、そろそろ破れそうな気配はありますけど、はい、っていう感じですね。はい、すごく気に入ってます、これも。はい、でこれがあれですね、フォアモーストですね。フォアモーストのデニムです。はい、これはヴィンテージですね。ちょっとねこれもね年代をはっきり調べないといけないですけど、おそらく60年代だった気がしますね、モーストの。はい、これもヒゲとかはもうオリジナルですね。もうあの前の元々のオーナーさんが結構ちゃんと履いたやつなので、俺は色落ちをこう、なんだろうな、こうヒゲをつけたりとかっていう作業はもうほぼないですね。でそのまんまただ履いたら洗ってっていうだけですね。結構ペンキがちょっとついてるんで、緑のなんかペンキがちょっとあれなんですけど、まあまあヴィンテージっぽい感じがいいですね。ちょっとストア系のやつを探してた時にフォアモーストいいなと思って、あのおしゃれな古着屋さんの店長さんが履いてるのを見てフォアモースト探して見つけた一本ですね。はい、でこれはあのアットラストさん、さっきちょっと何本か見せてたアットラストさんの、これはね、オリジナルじゃない、なんつったらいいんだ、要はいわゆるちょっとヘビオンス の, あのリーバイスとかリーの復刻系のやつではなくて、ちょっとね、ライトオンスの、海軍っぽいやつだったかな、海軍のパンツというかペインターっぽい感じのやつのモチーフだった気がしますね。なんでそこまでこうバッキバキにこう色落ちさせるような感じではないパンツって感じですね。はい、これもでもね、ほんと太くってあのすごくあの好きなシルエットなので、基本的にアトラストさんのパンツはやっぱズドンと太めでね、合わせやすくてあのすごくシルエットがエロいので好きですね。はい、で、先ほど見せた D の濃いやつって感じですね。あの同じくペインターじゃなくて、オーバーオールをですね、ぶった切って同じところで同じように作ってもらった、2本目の D って感じですね。これちょっとダメージありますけど、結構濃紺で、このライト具合でちょっと分かるんですけど、結構ね濃紺で、さっきのやつに比べるとまだまだ色残りはしてますね。はい、でサイズがちょっとめちゃくちゃでかいので、多分38とかね40くらい、多分おそらくあるくらいのでかさなので、あのもうベルトは必須ですね。ベルトして結構きっちり締めないとって感じです。さすがにねちょっと太め好きでもな、俺でもさすがにちょっと太すぎるかなって思うぐらい太いシルエットですね。ちょっともたつきが感じられる感じありますね。はい、でこれ一回も多分動画に出してないですけど、646ですね、リーバイスの646です。一時期ね、何年前だろう、15年前くらいにちょっと646とか517が流行、特に646が流行った時代があって、その時にねビッグEをねすごい探して、あのおそらく俺の記憶が確かならね、あのメンノンとかであの内乳にいたね菅さんとか、すげロン毛でおしゃれだった菅さんいたんですけど、イケメンのその方が646すごい愛していて、結構ねスナップで646を履いてみたいなスナップが結構あって、それで多分結構みんな探して、まあ火付け役とか分かんないですけど、とにかくでも菅さん、俺は菅さんが着てるの見てかっこいいなと思って、あの646を探してね、結構ビッグイをね3本とか4本購入したんですけど、まあなんだかんだいろいろダメージだなんだって、ラスト1本残ったのがこいつって感じですね。はい、またこれはね別の動画でちょっとあのコーデとかいろいろやろうと思うんで、また紹介しますけど、一応646、リーバイスの646ですね、ヴィンテージの。はい、ビッグイですねこれも。はい、はい、でこれが何度も紹介してますが、WX ですね、501WX
デバイスですね。はい。なんですね。レザーパッチのやつですね。はい。ビーフジャーキーのやつです。これもちょっとね、太めでダメージが多いんですけど、まあリペア結構されてるやつですね。で、この辺が多分 WX 一緒に積んでるんで、この辺から WX がちょっと続くかなって感じですけど、これも WX かな。はい、 WX ですね。ん？ WX かなこれ。ビッグイ、ビッグイかな。あ、ビッグイな気がする。これここにあれがないので、ビッグイだな、多分これは。はい、ビッグイでした。ビッグイの、501のビッグイですね。はい、501は501です。なんですね、結構ダメージ多めの、まあ、雰囲気はありますけど、まあ色残りと、あ、状態はそこまで良くはないですけど、はい、ちょっとダメージ、はい、で、これでもう50、これは501の、WX ですね。はい、WX です。これもちょこちょこ入ってるんですけど、まあ結構色残りがしていて、テーパードに変更されちゃってるやつですね。これもね、カーパッチで、これは綺麗に残ってますね。はい、これもすごく気に入ってますね。結構ザラ感の強い、いい色残りのいい生地の501だと思いますね。はい、で、これも501 WX ですね。はい、 WX です。これも結構色が残ってますね。で、これは紙パッチですね。紙パッチ、こんな感じですね。こんな感じですね。ちょっとリペアはありますけど、で、これが、これも501 WX ですね。はい、これはちょこっとダメージ、あと汚れが結構ここら辺ちょっとあるのと、まあ色残りもまあまあまあ半分ぐらいですかね。ちょうど 50% ぐらいなのかな、いわゆる多分このぐらいを、まあ、そこまで濃くもないけど、まあそこまですげえ薄いってわけでもない、ちょうど中間くらいの色合いな気はしますね。まあ、ダメージもまあありますが、雰囲気がいい感じですね。はい、で、これも WX かな、501の WX の、そうですね、これはもう結構色もちょっと薄めの 40% ぐらいですか、30% ぐらいでもいいのかな、結構薄めですね。ダメージもね、なかなかあって、リペアがケツなんかも結構がっつりリペアが入ってるやつですね。でもまあこれも雰囲気としてって感じですね。なんか WX は結構色落ちしてても、色薄くても結構雰囲気のいい色落ちの仕方をしてくれるんで、まあやっぱり赤耳とか現行のデニムよりかは、今度501よりかは多分いい色落ち、多分てか絶対いい色落ちはしてますね。最近のデバイスの現行よくわかるんですけど。で、これが、ビッグイですね。これはビッグイデバイスの501のビッグイですね。なんでちょっとダブル X さんも色落ちがとか生地感がやっぱちょっと違うんですよね。もう、はい、結構薄めかな。でもまあひげも入ってて、まあいわゆるヴィンテージって感じの面構えですね。はい、ちょっとリペアが多いかなっていう感じですけど、こんな感じですね。はい、パッチはないですね。欠損してますね。で、これが、これはですね、66ですね。66のシングルですね。66シングルの結構太めですね。ウエスト34か35くらいあるのかな。はい、結構薄めですけど、まあいいヒゲが入ってるかなと思います。結構この自然な感じの
横にこう流れてる髭すごい好きですね。中和コンですね。これも太めでんですけど、66のシングルなので色落ちはいいし、あとやっぱちょっとテーパードしてるんで、そこをちょっと、裾まくって着履くと結構好きなシルエットになる感じですね。よいしょ。はい、でこれがおそらく505だと思うんですが、この間ね、これの動画を上げた時にコメントでいただいて、503とかじゃないですかね、503じゃなかったっけ、ちょっと違う、ここがリベットの色が違うっていうか、なんかあれなので、もしかすると503つったかな、じゃないですかって、ちょっと違う品番を言われていて、俺ちょっと詳しくないので、それが正しいのか正しくないのかちょっと判別わかんないんですけど、はい、でもなんかそう、そのコメントくださった方は違う品番じゃないかなっていうことをおっしゃってましたね。はい、俺はねずっとこれを505だと思って履いてたんですけど、まあもちろんね、履いてる時にこれが501だろうか505だろうか503だろうか502だろうか、もう別に全然だから 何か影響が出るかっていうわけじゃないんですけど、ただやっぱ知識としてというかね、イメージとして自分が何を履いてるか分かってた方がまあ楽しいは楽しいんで、まあ、知りたいは知りたいですけどね、はい、これがリペア結構入ってますね。はい、でこれもシルエット的にはちょっとテーパードしてる感じなので、裾を上げて履くとすごく好きですね。これがもし505じゃないと、俺は今のところ505を一本も持ってないことになりますね。はい、でこれがラストですね。はい、これが 501XX じゃない、ビッグイですね。501のビッグイですね。結構濃厚ないい面構えしてますね、これも。はい、結構濃くてですね、ザラカルツ、これは結構ヴィンテージにはまりだした初期、だいぶ初期に、買ったものですね。パッチもまだ結構残ってます。ノーダメかな、結構これは結構ね、当時その最初にヴィンテージはまった時にの割には高かったので、今でこそ値段考えたら全然安いんだと思いますけど、当時から考えたらデニムにこんな金額みたいな、そんな高いの買ったことなかったので、本当にこれはね、給料って言った後握りしめていった感じですね。キープしといてもらって、仲いいオーナーさんとかで購入しましたけど、はい、でもこれは本当に買っといてよかったなと思える濃厚な一本ですね。ノーダメなので、それもすごく気に入ってますね。はい、今思うと本当に安かったんですけどね、むしろ。はい、というわけで、何分かかっちゃったかなちょっと分かるんですけど、ざっとね紹介しました。一応数えると7、なので17本かな、17本ですね。はい、いつもいつもね、結構デニムはリジット状態から結構半年、とか、まあ、長いと1年くらいやって洗って、その後、処分しちゃったり、まあ、こっちに入れたりあげちゃったりとかいろいろやってるんで、毎年毎年1年に2、3本ずつは最低でも増えていきながら、プラスヴィンテージも買ったりしてたんで、本当に一時期多分3、40本、50本弱ぐらいは、いやでもトータルしたらもっとですね、本当100本近く多分買ったんですけど、なんだかんだもうこう整理していって、今はまあ本当にレギュラーとしてガッツリ履くやつと、もう取っときたい宝物っていう意味のヴィンテージが残ってるのがほとんどですね。もうここからなんかこう、まあ増えることは多少ありますけど、まあ、減ることはあんまないかなっていうぐらい、気に入ってるやつばっかりっていう感じですね。はい、というわけで、ざっくりですが、一通り一気に、デニム紹介してみました。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。またね、今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。